はい、酒好きの元新潟市の飲酒動画です。今回は札幌の生ビール。ね。焙煎生ビール。秋限定。力強いコク。芳醇な麦の香り。アルコール度数 6%。原材料が麦芽とホップと米とコーンとスターチ。アルコール度数が 6% という高めですね。まあなんか、焙煎。これはあれなのかな？秋限定、焙煎生ビールって、飲んだこと、新商品かな？飲んだことないような気はするんだけど。これカピー。ああ、これあれだな。色が琥珀色ですね。まあうまいかな。今日のつまみはじゃーん、チートスのチーズ味。これ美味しいんだよ。いやー、今日は涼しかった。東京かなりね、空気も乾燥しててね、さっぱりとして、ね、ムシムシしてなかった。今日はものすごい涼しかった。最高気温が30度だったから珍しい。うん、なんか、変わった香りがするな。変わった風味があるな。焙煎。なんか変わった名前、あ、じゃあ味するな。なんて言うんだろうな、これな。ビールではなかなか、俺はこんな味初めてだけどね。焙煎生ビール、数量限定。こちらが、8月の14日から、全国で数量販売。数量限定販売。この商品は厳選した2種類の焙煎麦芽を絶妙に組み合わせることで、芳醇な麦の香りと深みのある味わいを実現しました。さらにアルコール度数 6% による力強いコクを引き出しました。秋の旬の食材とともに、ゆっくりお楽しみいただけます。1992年に発売し、香ばしい香りとまろやかなコクで大好評だった札幌焙煎生ビールは、2009年に全国の主要コンビニエンスストア限定で販売しましたが、今回はチャネルを限定せずに販売します。なんだ、チャネル。まあ、マイルド。苦味はそこまで強いかっていうと、むしろ甘いような感じはするな。うん。苦味はほとんどない。むしろ甘さすら感じる。いただきます。焙煎生ビール。まあ、アルコール度数 6% だけど、そんなにアルコールの風味もしないですね。飲みやすいです。かといってそこまで琥珀の、なんていうか、風味も強くないですね。うん。
そんなに香りも強くないんだけど、確かに他のビールとはなんか違う風味がある。なんだろう。これ何のあれなのか。変わった風味が。まあ2009年に発売してたらしいですけど、俺はちょっと忘れたかな。ちょっと覚えてない。まあ今から9年前ぐらいですかね。実にまろやか。まろやかなんだけど、やっぱアルコール度数 6% だなーっていう、ちょっとこの、ちょっとパンチが効いてるというか、うん。まあでも、焙煎したかって言われると、あー、そうなのって。まあ、でも、まあ、普通のビールとはまあ全く、風味が全く違うのは確かなんだよね。やっぱ琥珀エビス、エビスの琥珀エビスみたいな風味もあるんだけど、やっぱ琥珀エビスの方が明らかに美味しい、美味しいとは思いますけど、明らかに風味がこっちの方が少ない。まあ、まろやかな。それでいて、風味があるかって言われると、いや。そんなに感じない。まあ、でも、マイルドで飲みやすい、じゃないの。まあ、秋。まあ、秋というか、ね。ちょっと涼しくなった時に、飲むようなビール。いわゆる夏のクソ暑い中で、喉越しを求めて、こう、ガブッと飲むような、あれではない。だけど、なんか、いまいちな感じはあるね。やっぱこれを飲んで、多分琥珀エビスってやっぱうまかったんだなぁと、まあ感じる。ような感じかな。やっぱマイルドだね。6% なのにここまでマイルドに逆にできるかっていうのすごい。アルコール度数高いとやっぱりどうしても癖が出てくるんですけど、全然、まあ、ちょっとあるんだけど、まあ、アルコールのその風味っていうのが、アルコール感が、まあちょっとあるんだけど、でも、全然、気にはなんない。コクはあるのはな、わかるんだけど、香りがないんで、香りがまるで広がらないのがちょっと残念ではあるけど。コクはあるのはわかるんだけど。
いまいちだな、これ。琥珀エビスも、まあ美味しいよね。まあエビスはまずくなったけど、琥珀エビスは、あれから飲んでないな。まあ琥珀エビスは、やっぱまずくなったのかな、エビス。エビス自体がまずくなったから。琥珀エビスも、なんかまずくなってる可能性もあるね。コクはあるんだよな。甘みもあるんだよ。香りがまるでない。香りが全くもって立たない。4423です。ご視聴ありがとうございました。